私はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。私はこのバスに乗って、ショッピングのために水蓮通りに行こうとしているの。水蓮公園前、水蓮公園前、合流なる方は次で降りなきゃ。はい、地震？強い揺れって？大きな揺れだぞ。私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は常に冷静に振る舞うに違いないわ。恐ろしかった。あんた、大丈夫か。名前は言えるか。大変なことになったな。とにかく早くバスから離れろ。大丈夫だったかい？すごい地震だったわね。
からないわね。大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。仕事に戻らなくていいんですか。仕事ですか。私こんな格好でビジネス街にいますが、無職なんですよ。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。
そんな彼の姿を見て私は、こんな大きな地震が起きてるのにのんきな人ね。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。すぐには撤去できないかも。地震が始まっちゃったよ。このせいで手術が延期だってさ。初めてよ。面接が延期だなんて。母さん、ごめんよ。君も面接ですか？すごく揺れたね。そうよ、面接を受けに来たの。面接延期になっちゃいましたね。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。僕は地方からこの会社を受けに来たんです。うちはあまり経済的に余裕がないから、お金を貯めて志望もこの会社一社に絞り込んで、ようやく三次面接にたどり着いたんです。すごく揺れたね。それなのに今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て私は、確かにこんな時に地震が起きるなんて気の毒だわ。だってさ、初めてよ。まったく、どうなってるんだ。今日面接してもらいたいんですけど。今日の面接は延期となっております。今外を見てきたけど、ビルが倒れてすごかったよ。外の方が騒がしいな。
わね。どこで落としたのかしら。うちの生徒たちどこに行ったの。このままじゃ私学校に戻れない。すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。落ち着いてください。何かあったんですか。すみません。私この近くにある翡翠学院高校の教師で比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。わかりました。青いベストの生徒を見つけたら教えますね。本当ですか。ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。